題いきましょうか。ちょっと最近ね、こう最近考えていることがあって、腑に落ちたというか、頑張らないっていうことを、それね、お二人に一回聞いてみたいなと思って。頑張るとか努力するとかいうことを、で自分、今42歳なんで、昭和、ね、47年生まれ、まあ、高度成長期に生まれてるってことですかね、で小さい時から、努力することはすごくいいことだ、頑張ることは素晴らしいことだっていうのを教わってきて、ね、今でも、とりあえず頑張りなさいみたいなことを子供たちに言ったりするんですよね。なんかこう頑張るのってやっぱりしんどいなって思う時もあって、最近よくセミナーとか本とかで頑張らなくてもいいんだよっていうメッセージがね、よく流れてきて、ああそうか、頑張るって無理してるから頑張らない方がいいんやなっていうふうに思った時期もあったんですよ。でもそれも頑張らなくてもいいっていうのも不自然な感じでして、で最近落ち着いてるのが、なんかかっこいい頑張り、かっこいい努力と、かっこ悪い痛々しい努力頑張りがあるなっていうのを思ってます。娘がピアノを最近ちょっとやめたんですけど、ピアノやってて、いやいややっとるわけですよ、でもピアノの発表会があるからって頑張ってやってるわけですよ。ああ痛々しいなというか、やめたらやめるのも一つなんかなって思ったのと、あとピアノ発表会行ったら、もうピアノ大好きっていう子がいたんですよ、でもう家帰ったらやっぱりピアノがすぐ弾きたいんですって。あ、同じピアノを例えば1時間弾いてるのもこうあかっこいいなと、いいなと思うこともあるし、あんまりなんかやめたらいいのにと思うことがあるんで、あ、なんか人それぞれこう頑張ってる姿は一緒でも、なんかかっこいい頑張りと、かっこ悪い頑張りがあるんやな、かっこいい頑張りを増やしていきたいなっていうのをね、最近思ったんですよ。でね、二人はこう頑張るとか努力するとか、どういうようなことをね、なんか価値観持ってあるかなっていうのを聞きたかったんですけど、はい、どうでしょう。どうでしょう。頑張るですか。なんか自分がやりたいなって思うことには頑張れると思うんやけど、やりたくないなと思ってることはやっぱすごいしんどいので、やっぱり自分が何をやりたいのかということをしっかり持って、そこに向けて頑張って、ダメだったらダメでも、それがすごいいいんじゃないかなと思うんやけど、だから、なんていうのかな、何をやりたいのかを自分で決めるっていうことは大事かなと。周りが頑張れ頑張れじゃなくって、ほんまにその子がやりたいのかどうかみたいなのが大事かなと最近思いますね。確かにそうですね。ピアノのね、話でもそうですよね。いや、好きな子だったら、ね、好きなんですもんね。そう、好きなことはなんか頑張れるような気がしませんか？します。嫌なことは頑張ってるんやけど、嫌やから、なんかすごいしんどいというか。しんどいですよね。確かにそうですね。谷さんどうでしょう？僕はもう、頑張るとか頑張らないとかいう感覚があんまないですね。なんか頑張ろうっていう言葉がもしかしたら僕の辞書にあんまないのかもしれないですね。やりたいからやるとか、やりたくないからどうしようかなとか、やりたくないけどやらなきゃいけないからやろうかなとか、当然人並みにそういうシチュエーションはあるんですけど、そこでなんか頑張るっていう感覚があんまりないですね。努力するとか、昔から頑張ろうって思ったことってあんまりないですね。全然頑張るっていう感覚がよくわからないというか、私ね、頑張って達成感ってどうですか、なんか頑張った後の、いや、こんだけやったからっていう達成感がすごい私はいいなと思うけど、それはどうなの、達成感、もちろんなんか取り組んでしんどいけど乗り越えて達成感っていうのはあるけど、そこで頑張るという言葉が入ってこないというか、なんかちょっと不思議な感覚、なんか例えば楽しいことしてるときって全然頑張らないじゃないですか、なんかそれ、で辛いことをなんかやらなきゃいけないときは、頑張るっていう感覚ももしかしたらあるかもしれないですけど、
だから頑張るってことはどっかで心が抵抗してるってことなんですね。そうかもしれん。頑張るっていうのは心の抵抗、抵抗があるから、心に抵抗があるから頑張るっていう感覚が湧いてくるかもしれない。なんか分かるっていうか、私よくね、人が頑張ってるよねって言われるんやけど、私全然頑張ってるかなくて、普通に淡々とこなしてるんやけど、すごい頑張ってるねって言われるから、私頑張ってるかなっていう感じ最近してて、それこそ今言った頑張る感覚がない。そうやね、まさにそんな感じ。あ、とかマリッペが頑張ってる時っていうのは、私頑張ってるわって思う時が、なんかしんどかったり、なんか無理があったりする時が多いんかな。そうですね。今頑張らない、なんか今頑張らないみたいな感じですね。今これ嫌なんやけど、今頑張らないって感じで奮い立たせてやる時は確かに頑張ってるって感じですね。奮い立たせる時ね。なるほどね。でもそれはやっぱり自分がしたいことではないというか。授業をやってる中では、ね、やりたいことばっかじゃないですもんね。授業？授業やってる時、授業っていうのは、例えば介護の授業とか、例えば介護のお仕事が好きでも、経理のこともやらないし、いけないし、会社経営のことも考えないとね。やりたくないこともあるけど、それは頑張らなあかんっていう感じがありますね。頑張らなっていうか、自分がそういうのはしゃあないし、みたいな。なんかね、例えば仕事をしてる上でね、心構えでも、その頑張らなあかんと思う時と自然にできる時があって、なんかこうある仕事が見積もりをやらなきゃ、詰めを買わなきゃいけないっていうのがあって、すごい嫌だったんですよ。もうなんかうまくいかないしっていう。でね、次の日にね、なんかこう上司に褒められて、うわーなんか楽しいって図面を書くときがあって、図面をなんかこう、なんですか、心の調子がいいとき、褒められたときなんかは努力感なしに、頑張ってる感なしにできるんですけど、ね、状態が悪いとき、マイナス思考のときとかはこうやっぱり頑張らないと、努力しないとっていう、ちょっと無理なことが働いてて、自分の好きなことっていうことでもないんですよね。ただ心の整え、調子がいいとね、心の状態次第ですね。ねえ、それもありますよね。辛いことでも別に頑張らずに淡々とこなせる時もあります、ね、そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。だから心の状態が整えば、別に辛かろうが楽しかろうが頑張る必要はないという。だから頑張らなくていいの本質はそこなんですけどね。頑張らなくてもいいのね、なんか怠けるとか努力しないってことではなく、挑戦しないっていうことではなく、もう頑張ろう、そこら辺が、言葉の表面だけ聞いてしまうと怠けてもいいというか、努力することがバカらしいとかいうふうに捉えてしまうとまた違いますよね。ね、やっぱりね、人の目を気にしてると、なんか人から認められたいと思うと頑張ってるとか頑張っていないみたいな言葉になって、うちのスタッフも今頑張らないとダメなんでって言うんですよ。でそこで私がスルーしてしまうと、なんかこうすごい頑張ってる感をアピールしはるんやけど、何なんやろうって、本当は何仕事してるかなと思った時に、あ、そっか、私がちゃんとそこを言葉にして出してあげなあかんのやなとか思ってたら、そんなに気にするんやろ、自分がしたいことを何なんやろこの子はとかすごい思うんですけど、頑張るって時どっかに人に認められたいっていうのはあるんでしょうね、やっぱり、ね、自分で自分を認めたいとか。そうそうそうですよね。なんか全然勉強してこなかったのにテストの前に急に一夜漬けで徹夜するとか。そうそうですね、認めてほしいか。なんか認めてほしいって思う気持ちはね、もちろん誰しもあるんでしょうけど、強すぎるとしんどい元のような気もしますね。なんかすごい人の目ばっかり気にする人ってなんか最近多い気がして、だから余計頑張るってことを意識しなきゃいけない。そうですね、アピールの先頭ダメやし、意識してアピールして、確かにそうなんです。
ですよね。まあでもなんか今は頑張る頑張らないっていう、うん、意識が前よりは少なくなってきている感じがしますね。タイヤさんが言ったみたいに、人を見た時にかっこいい頑張りと、まあ、かっこ悪いというかね、痛々しい頑張りがあるなっていうのを思うんですね。自分、今誰か かっこよく頑張ってる人って周りにいます？いますよ、いますよ。例えばちょっと待ってくださいね、はい、誰がいるやろ。自分谷谷さんが頑張って、かっこいい頑張りをしているように見えます、例えばビデオの関係の編集とかしてるでしょ、で夜のね2時3時までやってる時あるじゃないですか、はい、そういう時でもね、なんかね、あ、この人頑張ってないやろなっていう、ただ淡々とっていうかやってはるやろなって思うのがかっこいいと思います。特にかっこ悪いと思うのが、今マリッピ言ったみたいに、昨日ね徹夜したんですよみたいなことをFacebook でアピールしてる人とか見ると、あー、なんかみんなに認めてほしいのかなとかいう風に見えたりもします。なんか自分のやってることに自信がないから徹夜したとか、なんかご飯食べずにやったとか、そういうところで評価を得たりですかね。PR してすごいですね、頑張ってくださいって言われることでまた頑張れるやったら、それはそれで、ちゃんと分かってやるからいいじゃん。ただどっかでね、なんかこうしんどくなるタイミングが来るのかなと思う。そうやね、限界超えてあるやろし、ね、その人に多分だって 人の評価で動くんですもんね。そうですね、まあまあバランスですよね。バランスか、やっぱ人からも評価欲しい時もありますね。評価だけになってしまうとまだね、しんどいですね。他人の評価に、まあ、依存しないってことですね。依存しないか、何事も依存しないというか、他人の評価をたまには自分の励みにして、まあ、頑張るのがいいというか。それはでもそうですね。じゃあちょうど30分ぐらいになってきたんで、はい、じゃあ一旦この辺で前半終了って感じで。